沖縄ネクスコ東日本です。午後5時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。21キロポスト付近の川越インターを先頭に2キロほど、また0キロポスト付近の練馬インターを先頭に1キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて外環を三崎方面へ向かわれる方にお知らせします。美尻ジャンクションを先頭に大泉ジャンクションまで6キロほど交通集中のため渋滞しています。ハンディラジオ関越道本庄児玉よりお伝えしました。あなたの実際にネクスコ東日本